PS3、PS Vita、PSP に関する重要なお知らせがあったらしいよ。というわけで、電撃オンラインの記事です。PS3、PS Vita コンテンツの新規購入がこの夏で終了。ソニーインタラクティブエンターテインメントは、プレイステーション公式サイトのサポートページで、プレイステーション3およびプレイステーションビータでのコンテンツの新規購入を、2021年7月2日、PS3、および2021年8月27日、PS Vita に終了すると発表した。ということです。はい。まあ、サイトの方にはね、当然情報あるし、この、今の引用した記事の方の、にも、具体的な内容は書かれているんですが、まあ、バッサリとね、ざっくりと、こう、説明すると、サービスは終了になるけど、まあ、欲しかったタイトルは買えなくなるけど、すでに買ったタイトルはダウンロードできるので、欲しいものは今のうちに買っといてね、という話です。そこで何か欲しかったタイトルが、まあ、購入していなかったかちょっと調べてみたんですけども、プレイステーションポータブル時代に、ダウンロードタイトルをね、いくつか開発で関わってたものがあったんですけども、それは、まあ、しっかりとね、購入できていることが確認できました。そもそも発売日のね、4月21日にプレイステーションネットワークが突然サービス終了になってしまい、購入はできたけどダウンロードができず、3ヶ月待たされたというタイトルなので、まあ、購入していることはしっかりと覚えていました。しかし、過去に開発したタイトルの中で一つだけ購入してないタイトルがあることが分かりました。これは今購入しろということですね。ということで買いました。はい。で、サービス終了間際になると、すっかり忘れてしまっていて、最終アナウンスとともに多くの人がネットをつなぐような現象も見られるので、今のうちに、プレイステーションストアのラインナップをチェックしておいた方がいいですよ。しかし、ここで気をつけないといけないことがあります。もしかしたらセールがあるかもしれない、という淡い期待と、サービスが終了される前に買えなくなってしまうタイトルがあるかもしれない、というまさかの展開。まあ、この両方があり得るわけです。まあ、そんなわけで、皆さんは良きタイミングでソフトやら、映画やらを購入しておくことを強くお勧めします。